旅、女子旅、楽しいよ。先週は海の絶景や湖の絶景をたっぷりご紹介しましたが、今日はグルメにウサギの神話、アクティビティまで盛りだくさん。ちょっと待って待って黙って攻撃せ、急に重い。あ鳥取春の女子旅パート2始まります。先週に続いて鳥取春の女子旅第2弾なんですけれども、先週はね、はい、絶景をたっぷり楽しんでましたもんね。そうですね、あの温泉あれはすごかったですね。すごかったですよね、湖、はい、こう一体となった感じもあって、ね、今日は井川さんの大好きなお魚もたっぷり出てくるということですから、はい、楽しみにしていてください。それから後ほど鳥取で選んだ食のプレゼントもありますので、最後までご覧ください。では VTR どうぞ。鳥取県の中央、東郷池の温泉地で明治から続く宿、養生館。豊富に湧き出す源泉が古くから地元の人を癒してきました。こちら文豪たちに愛された客室は、志賀直哉、田山片平、数々の文豪が宿泊した当時のままの様子をとどめています。お名前はたくさんね載ってますね。もっとさっきお庭の方をちょっと見させてもらったんですけど、はい、なんか H って書いてる、はい、なんか関西の方面のお客さんがヘリコプターでお食事に来られるんです。カニの時期とかね、はいはい、そんなリッチな人々も通う宿でいただけるのはどんなお料理がいただけるんでしょうか。はい、本日はですね、豪華な風解析という食事になりますので、宿の一押しは地元の海の幸、山の幸をたっぷりと楽しめる最上級の懐石料理です。うわー、これは何ですか。はい、本日のお作りがですね、サザエ、サーモン、タイ、カンパチ、サイマキエビの5種類となっております。すごい豪華。はい、地魚でございますので。近海のタイは、鳥取のタイはいかがですか。うん、噛めば噛むほどなんかあの旨味が、甘い旨味がずっとうわっと出てくる感じで、もう新鮮なのが伝わります。鳥取の和牛ステーキのお肉になります。和牛ステーキ鳥取の、はいはい、色がめちゃくちゃ綺麗、はいね、美しいサシが入ったお肉を焼くといい音がしてきます。焼けてるいい音が、よいしょ、おお、やろっか、やろっか、え、溶けちゃう。何これ、肉これ、はい、肉です。めっちゃやろっか、びっくりした。うん、あ、幸せ、ありがとうございます。わ、うん、あ、湯気が美味しそう。伊勢海老と吹き味噌と合わせた豪華な一品や、新鮮な魚介類、あんこうなどが入った海鮮寄せ鍋。うわ。え、桜エビの釜飯でございます。桜エビの釜飯、はい、うん、あ、めっちゃ美味しい。何これ、ご飯にめちゃくちゃいいお味が染みてて、すごい、これご飯だけで2合ぐらい食べれますよ。地元の絶品グルメを堪能しました。鳥取の海に古より伝わる神話、稲葉の白ウサギ。古事記に残る伝説を感じられる神社があります。何ですかこれ、砂の像って書いてます。すごい、めちゃくちゃ迫力ありますよ、大きい。サメに皮を剥がされ苦しんでいたウサギを助けた大国主の御事と、そのウサギが縁も取り持った女神が砂で表現されています。今年はうさぎ年ということもあり、全国でも珍しいうさぎをお祭りした神社へ参拝する人が増えているそうで、縁結びの神さんと、それとあの医療の神さんでありますね、そういったご利益をいただきたいという方があのたくさん見られますね。欲しいご利益いっぱいありますね。そうです。うさぎの神社ならではのお守りを見つけました。後ろ見て、かわいい、尻尾ついてる。めちゃくちゃかわいいし細かい。
鳥取で外せないスポットといえば鳥取砂丘。年間180万人以上が訪れているこちらで旅のラストを飾るのは、マットバイクというのに挑戦したいと思います。教えてくださるのは竹内さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。極太タイヤを履いたマウンテンバイクで砂丘を駆け抜けるファットバイクは8年前に登場したアクティビティです。乗り方のレクチャーを受けた後、いよいよコースへ。おーおーおー、いや先生早い。ちょ先生、あ、先生がちょっと待って待って、黙って小口さん、急に重い、あむずすぎますってこれ。砂にタイヤを取られないようにとにかく必死に漕ぐことがポイント。なんか宙に浮いてる感覚がある。ちょっと待って、そっち行くの先生？そっち行くの、はい、行きます。そっちに行けないよ。頑張って頑張って、まっすぐ前を見て、こいで、あ、焦げてる、焦げてますか、さっきよりも。あ、いいですね、めっちゃいい、めっちゃまっすぐ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 。レクチャーを受けながら決定的瞬間の写真まで撮ってくれます。さらにパッドバイクに慣れてきたら砂丘から海岸へと移動してとびっきりのスポットへ向かいます。波打ち際で撮ってもらったのは OK です。本当条件が合わないと撮れなくて、はい、本当毎日撮れるわけじゃないんですか？毎日撮れるわけじゃないんですよ。あら、めちゃめちゃラッキーな、ラッキーガール。ありがとうございました。ま す, すごい楽しかったです、よかったです、ありがとうございます。大満足の鳥取女子旅でした。いやもう鳥取満喫してるのぞみさんでしたが、この写真、井川さん、素敵ですね。すごいよ、綺麗ですね。これはいいですね。海外に、ね、行った気分にもなれるこのファットバイクの記念写真もあるということなんですが、なんといってもでも井川さんはグルメが羨ましそうでしたか。いやもう海鮮の、ね、量がすごい、いろんなのあってちょっとびっくりしましたね。これただですね、あ、今ファットバイクの映像なんですけれども、井川さんこれ運動に結構なりますよね。そうですね、漕ぐ運動にもなりますし、楽しそうですよね、でもねなかなか足の、ね、筋力いるかなと思いますが、そしてこちらの新鮮なお魚たちも井川さんも大満足ではないでしょうか。いや、これはすごいですね。もうヘルシーにいただけますしね。